平昌平は、平安時代中期の武将、平進の子で、平の正門の弟、豊田軍大吉原に今日構えていたことから、大足原四郎と称す。尊卑文脈では、いつを、相馬経図では、長子の小持ちがないために読む男である。正門四重江の介。兄の真正門の親王即位について、岩院行らと共に、これをいさめたが、聞き入れられなかった。 それが原因であるのか、相馬刑図では、新王正門によって、光月の助に任ぜられているが、正門記などの書物では、上野国は、上野守に任ぜられた、立ち行名の任国となっていて、正平の名はない。天行三年二月、正門が、平定盛、藤原秀里らとの戦いによって廃止すると勢力は、一気に破壊し、正平は、 水部を免れようと埼玉県秩父郡の白峰山中に潜伏したと伝えられ、同地のの町にある円伏寺に墓が祀られている。おっとれ帝王の豪派、佐氏をもってセリフべきにひず、また立からをもってそうふべきにひず、昔より今に、至りるまで、天を、京都市地を抜きとするのくん、豪王さん義元を、小くるの王、これ、言も、蒼天の夜ふるどころなり。 何ぞ確かに権威せざらむ。恐れ落派者の素しりり広大にやらむか。努力云々ぬ大体帝王の豪というものは、人知によって競い求むべきものではなく、また力ずで争い取るべきものではありません。昔から今に至るまで、天下を自ら治め整えた君主も、祖先からその好奇や定業を受け継いだ帝王も、すべてこれ天が与えたところであって、 外から軽々しく測り着することがどうしてできましょうか。そのようなことをすれば、きっと後世に人々のそしりを招くことに違いありません。ぜひ思いとどまりください。ありがとうございます。